天元無双。音柱が網織で派手に盛られていることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。酒柱の訓練はないのか。まだ戦えるだろうに引退とか。普通片手なければ戦えないんですよ。柱ではおそらく貝組で石腕だとここからの戦いは厳しいからなぁ。なら才能ないからできるトレーニング担当のが向いている。一人だけ石詰めたかご背負っててダメだった。長男は場数が違うからなぁ。長男ちょっとフィジカル違いすぎる。他の隊員は常時全集中の呼吸やってないんだろうな。なんだかんだ言っても部もムキムキだな。嫁の作った飯を残すやつは許さないもんな。メジャーの街道高校の第三試験かな。嫁の飯のお残しは許しまへんで。この時代でこのムキムキはすごすぎる。無惨型の鬼の行動を止めてるからできる大規模腫瘍だからな。雑魚大使もムキムキではあるんだな。飯いっぱい食うのも大事だからな。甲子園目指す高校生もすごい大変らしい。アスリートは胃腸が強くないと厳しい。柱稽古のシーン長くなってるな。思ってるシーンまで今日進まないかも。なるべく膨らましていく方向なんだろ。伸ばせば伸ばすだけ売れるんだから。そりゃはしょれば3話くらいで終わるからな柱稽古。この程度の腫瘍に耐えられないようなら死ぬまあどの道死ぬけど、人となり合わせの任務訓練やはり鬼殺隊廃場者の集まり。こんな意識低いのか普通の隊員。サイコロステーキ先輩でも先輩やってたぐらいだし。いや今みたいなのを確認するための巡回じゃないの。網よりまあ頑張ってんじゃん。稽古だけじゃ持たないしな。ここで確認しないあたり平たいんだよな。モブ隊員も普通にマッチョなのに。モブらは体鍛えるより常中の呼吸が先じゃないのか。あのくらいのバカ体力があっても上限には殺されます。原作の未読の人は今のうちに一般大使の顔を覚えておこう。おそらく次も出てくるしな。皆に見せ場があるっていいよね。サイコロステーキになったりしないんですよね。無惨様が美味しくいただきましたマトナ。細身にバッキバキのボクサー体型みたいのはいないのかな。そっちの方がスピード出そうなんだが。刀振らないといけないから筋肉がいるんだろう。こうやって稽古ができるのも鬼柱が加減を全滅させてくれたおかげだな。まあ産屋敷で特定される流れの補足か。というかもう超屋敷で修行してた頃くらいの修行すらこいつらやってないんだろうな。実際炭治郎はこの時点で柱に次ぐくらい強いんかな。あざ使える時点で使えなかった歴代の柱よりは強いんでないの。上限相手に生き延びたから加減は怠慢で倒せそう。加減レベルハム現状最低ラインだからな。柱稽古前で苦戦してる雑魚大使ですら相手できるんだし当然。上限3人に出会って生き延びてるのは相当なことかと。5体満足だしな。正直どうやって直したのってレベルの負傷だったけど。炭治郎は普通に柱になれる実績上げてるよね。凡人無惨からすると異常者です。天元様の稽古長くない？柱稽古だけだとすぐ終わっちゃうからね。隊員同士が仲良いのいいよね。きっと最終決戦で背中を預け合って戦うんやろな。山で巻き売りしてるやつは体力が異常なんですか？懐かしき庭を見たらヘトヘトになってるよ。天元様はまだ常識人だよな。そういうところ教官の厳しさは戦場で生き残るための優しさだしな。生き残ってほしいから厳しくしてるんだもんな。なるほど、だから斧は弱いのか。柱稽古担当ごとに1話ずつやったら笑う。そう言える長男のコミュ力がおかしいのです。早食い勝負が大食い勝負になってる。こいつ水柱じゃなくて麺柱だったのか。網織多めだな。モブ隊員の下りも網織？モブが尾行される部分は数コマだった気がする。警戒もせずにあんなゆるゆるだったから後つけられるっていう補足。炭治郎や善逸とかなら多分気づいたろうな。臭いとか音で気づく異常者だからな。参加する気になったのにまだめんどくさい男だな。親父っていうかなぎ勇さん天使っていうタイプじゃない。いや今おかわりしなきゃよかったろ義勇。ちょうど食べ終わったところで炭治郎の限界を察したんだ。っていうかもっと食えるのか。そうかもだけど義勇担当訓練ってろくなことなさそう。
俺たちは凡人と言いつつ最終選考はパスしてる連中なのよねー。自称才能ナッシングが柱やってるくらいだし、毎回サビトみたいなやつに引っ張られて合格してるやつらが出てるのかな。サイコロステーキ先輩みたいに、キユーさんみたいに他が頑張ったパターンもあるし、無一郎同期とか余裕で全員生き残ってそう。天元も自分程度の才能で恵まれてるとは思ってないから、基本的に慢心しないんだと思う。大使は全集中常中できないと結局どんぐりの背比べだよ。まさかそばの掘り下げがあるとは。サビトならこの場合は食べていた。常識的に考えて男受胎にうずい嫁トリオは目に毒すぎでしょ。甘露寺さんより食う可能性が一応あるんだよな。長男はこの時点で普通に高級鳥だぞ。でもわざと負けたらなんか言ってくるだろ長男。この稽古に攻め込んで大使を減らした方が良かったと思うね。しかし稽古は日中私死んでしまいます。まあ後継がいないとどうしようもないからな。確かに上限戦の戦力にはなれなかったけど、その後がね。ヘビこんなに喋るキャラだっけ。義勇以上に喋らないわけはないだろう。喋るときはちゃんと喋るよ。誰かさんとは違う。蛇のようにネチネチ嫌みったらしいやつだな。柱の中では弱い方二人だよね。知ってて言ってそう。風は2位か3位クラスだよ。原作だと速攻で体力訓練終わってる。音柱の稽古は1ページくらいだよな。兄折はどうしても会話が不自然になるなぁ。仕方ないけど、こいつら本当にバランスいいな。相当以前に本編前は上限倒したやつ一人もおらんのやぞ。この嫁たちに囲まれてよく平常でいられるな。闇夜の戦いは忍者の得意とするところ。階層多いのは前から時間空いてたせいもあろうて。それってもう柱の仕事では、無残倒せなかったら柱候補だろうね。現役退いたとはいえ勝てる気がしない。柱稽古でワンクール持たせないといけないからな。殺されないだけマシな訓練。隊員たちにかまどすげえと思わせる演出はいいと思う。これ柱一人ごとに1エピソード当てるつもりなんか。原作まんまだと尺がね。ここら辺アニオリなの。ぶっちゃけアニオリが今回9割くらい派手と、炭治郎のやりとりは漫画だと3ページもないんだ。炭治郎は強制的にレベリングさせられてたからね。長男見てた隊員が鼓舞するのいいね。なんで女の隊員いないんだ。うずいさん基礎体力の向上が役割だったはずなのに余計なことやってません。こんだけ戦えるなら現役続行でいいだろ。ここで根性鍛えられたからこその最終決戦で。まあ指2本でヌンチャクソード振り回してたレベルの握力持ちだからな。うずいさん柱の中でも2番目に力が強いんじゃなかったっけか。無残だったら首跳ねられてた言い訳。この人たち肉の壁になれー。する覚悟決めちゃった。殺す気でいけ殺す気で。本気のやつだ。こいつら毎度覚悟が決まりすぎなんだよな。異常者の集団だからね。親を鬼に殺された人たちだもんね。無残が異常者の集まりっていうくらいだからな。肉壁になる覚悟はできたようだな。覚悟を決めてしまったから、柱稽古一人にこの調子で網折り入れてたら楽に足りなくなるんじゃないか。尺。多分音がキャラ人気あるからってのもあるんじゃね。最終戦いないわけだし。肉壁の覚悟だけでも強人の所要ではある。力の差に絶望して大使やめます。っていうのかと思った。今のってまさか最終戦でのあれに繋がるんじゃ。そういう繋がる網折りなら良いんだ。引退後天元様のビジュアルが好き。アニメで見れて幸せ。多分スタッフに同じ考えのやつがいる。間違いない。一応複数なら加減の力持った鬼にも対処できるようになるんだっけ。まああれらは決起術は使わないからな。特殊能力ない鬼なら集団戦で対応できるのか。確かに異常者の集団に見えてきた。無残を倒さないと何も終わらないの知っていながらちゃっかり引退するやつ。片目片腕じゃ上限無理やろ。戦力としては残っても上限に勝つ目がないからな。なんやかんや鬼に対する恨みあるやつらだもんな。じゃなきゃ鬼殺隊なんてやらない。派手柱さんは最終戦62出番ないし。まあでも仕事としては超重要なことしている。
風と蛇の兄織だけ邪魔だったな。炭治郎の階級はどんなもんなんだこの時点。炭治郎に感化されるまでもなく異常者の集団のはずだろ。マジで派手柱の稽古で息は使いやがった。仕方ないけど百稼ぎがすっごい。もう見せ場回ってこない人だしなぁ。音柱はここで見せ場を作らないとマジでこの後はビビたる量の出演しかないからな。文字通りの玉よけとして洗脳させる異常者の集まり。鬼相手じゃ玉よけにもならん餌にされるわ。遺書の件もあるから長男の信頼上げていかないとな。最終決戦前のためクールなのかもな。派手なバトルとかないし。まあ原作からしてね、明らかにためだろ。画面に映るキャラの数多いし動いてるし、そんなに省エネ作画とは思えない。無一郎相手にたった3回死ぬだけで済むとは結構強い大使だな。派手夫婦いっぱい見られて満足でも風蛇は打足だと思う。この先も挟まれそうだし。まあもともと何すんだよって言われてたから、これくらいの兄折は覚悟のうちでしょ。柱稽古を盛るのは全然良いんだけど、蛇の稽古はどうやって盛るつもりなんだろうと気になる。イノシシと黄色はどこにいるの。派手柱の嫁たちは会ってないみたいだったが、先行ってて風柱のところで合流。あいつらは基礎で足止めされるほど弱くはない。基礎じゃ長男上回ってるつっても、あの二人は過言じゃないからな。イノシシが足止めされるくらい基礎でハードル高かったら誰も先に進めないわ。炭治郎よりかなり先行してる。だからその先行シーンが見たいんだがな。無一郎と打ち合う伊之助とか戦友の玄弥には果たしてニコニコになるのかって網折りが見たいの。なんやかんやで時間帯短く感じるのはいいアニメの証拠だな。さすがに風と弾破にはくらい使いそうだけど。蛇も入れてあげて、あとカナオもうまく入れて、この辺いきなり最終決戦なんだもん。片腕ないとはいえ全集中、常中はそのまま使えるし、忍ぶだしでそや波の剣士じゃ反応すら難しいよ。いやモブの奮起はいいんだよ。でも俺はイモスケとか善逸とかカナオとか玄弥が派手とちょっとした会話するのが見たいんだよ。肉壁フラグと大使補足の兄折りはわかる。風と蛇の兄折りはなんやねん。蛇は原作のままだと無残戦の最後の方にならないと活躍しないから、今のうちに持っておこうという判断なんじゃね。柱の実力の底上げもやらんといかんから。報告してなかったのかよと思ったけど、そもそも風と蛇って別に賢いキャラじゃなかったな。いっそ手合わせ修行して欲しかったとは思う。バトルシーンマシマシにしてくれ。早く無一郎の炭治郎甘やかしが見たいわ。もしかして来週は1話かけて無一郎が炭治郎を褒めまくるのか。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。